ザメドービルディング、クライストチャーチは、イギリス、オックスフォード大学の最大かつ裕福なカレッジである。2003年には外産で1億7500ポンドの寄付があった。オックスフォード主教管区の大聖堂でもある。伝統あるカレッジとして知られ、全部で13人のイギリス首相を輩出している。カレッジは、イーブリンウォーの、ブライズヘッド再び、ルイス・キャロルの、不思議の国のアリス、 ハリー・ポッターシリーズなどの舞台となり、カレッジの建築はアイルランド、国立大学ゴールウェイ号、シカゴ大学のハッチンソンホールを含む多くの大学に、着されている。ニュージーランドの南東にあるクライストチャーチも、このカレッジにちなんで名付けられた。ケンブリッジ大学トリニティカレッジとは、姉妹カレッジである。クリストチャーチホール、クライストチャーチカレッジは、以下の建物を含む、 カーディナルカレッジヘンリーパッセイカレッジクライストチャーチ。ありがとうございます。